西日本では引き続き大雨に警戒が必要です。ではいただいておりますリポートを見ていきましょう。福岡県の筑後市の方からです。矢部川は氾濫寸前ですということでいただきました。九州は災害級の雨がこの後も継続をしていくことになります、はい、今の雨雲をご覧ください、引き続き東シナ海からこの東西に伸びる非常に活発な雲が、五島列島から長崎県、佐賀県、福岡県と流れ込み続けております、またこの先ですね、中国地方の西部にも強い雨雲が次々と入っている状況でして、雨量の方が急激に増加をしてきております、この1時間に降った雨の量を見てみますと、九州では多いところで30ミリから50ミリぐらいの激しい降りですね。また九州北部だけではなく中国地方の西部でも1時間に20ミリ前後の強い降りとなっております。しかもトータルの雨量も相当多くなってきました。これがわずか半日の雨量なんですけれども、嬉野市では半日で374ミリですね、記録的な豪雨となっております。またトータルの雨量はその佐賀県嬉野で900ミリを超えるなど、こちらもかつてないほどの雨となっておりまして、この後も災害の発生が心配される状況になります。で今のですね、土砂災害の危険度のデータを見ますと、九州北部はもう一面にわたってこの土砂災害の危険度は極めて危険レベルになっているんですね。またこちら広島県内でもやはり同じく極めて危険レベルになるなど、いつもう崩れてもおかしくはない状況となっております。現在もですね、大雨特別警報が長崎県、佐賀県、福岡県の一部に発表されております通り、避難の指示に従って速やかに行動していただくことと、あともう周辺が冠水するなどして避難ができない場合は、建物の2階以上ですとか斜面と離れた反対側の部屋でお過ごしいただくなど、命を守る行動を続けるようにしてください、はい。そして川の方もですね、現在かなり水位が増してきておる状況でして、指定河川洪水予報という比較的大きな川に対して出される情報だけでも、この佐賀県の牛津川で氾濫危険情報ですね、また氾濫発生情報がこちら六角川に発表されております。すでに氾濫が発生をしております。さらに山口県から広島県、そして島根県でも、比較的大きな川で氾濫危険情報を発表されております。氾濫危険情報というのはもういつ氾濫を起こしてもおかしくはないような水位になってきているという意味合いでして、この後も、ね、増水している川など危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。はい、わかりました。この後も皆さん最新の気象情報と避難情報をご確認ください。